皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエストビルダーズ実況プレイパート18やっていきまーす。さて、ね、いろいろと、まあまあ、拠点を改良したっていうのは、これ前回言ったかな？多分言ったかな？言ったっけ？言ってないね。拠点をね、しっかり、形作ってみました。はい。まあまだね、ちょっと土のブロックで一通り覆っただけなんですけれども、とりあえず、ここに、後々ファイヤールームを作って、こっち今ね、壺だらけの部屋になっています。で、こちらに大きな病室ができました。まずベッドいっぱい置いてみたらね、なんか病室、大きな病室になりました。はい。で、こっちが、木の工房になっています。今、宝箱いっぱい置いてるんだけど、これでは後々、宝物庫を作ろうと思って集めています。ちょっと寝ます。今、これ寝てるとこは、ベッドの、ネアかな？ネアかな？うん、まずネアだね。後々看板とか手に入れば、ホテルとかになると思うんだけども、わらのネアとかホテルとかがあったんで、この木のベッドで代用したら、ね、ちゃんとしたやつになるんじゃないかなと思って、やってみたら成功しました。で、ここは空き部屋なんですけども、後々まず、祠っていうか、ほら、旅の扉か。とかも手に入ると思うので、ここに設置していこうと考えています。で、ここが、台所なんですけども、ここに机を置いて、そのうちね、まあ、レストラン風な感じに作っていこうと考えています。で、ここもまだ空き部屋ですね。まだちょっと何作るかまだ考えてないんだけども、ね、メルキド編の時に結構部屋作ったからね、もうまた後々やっていこうと思います。ただこの下はですね、これ以上、掘り下げることができないので、多分また、ね、リムルダール城みたいな感じになっちゃうかもしれない。で、こちらにね、一応元老和さんから、依頼されていた、薬師の設計図のね、通りに、調合の部屋をね、作ろうということになっていて、多分材料集まってるのかな。これだね、調合壺、これを作ります。 OK。 で、これをここに設置。その左端にあるのは後々、ここをね、おじいちゃん専用の部屋にしてやろうかなと思って。薬局を初めて作った。おー、いいね。壺と収納箱、壺が2つにテーブルと明かりがあれば薬局。ポイントは200ポイント。壺でぐつぐつ新しい薬を生み出すための部屋。住人が薬を収納箱に入れる。道具の回復量が 25% だから、あ、それ素晴らしいね。いいよ、いいよ。お、みんな来た、みんな来た。となると、あと一回ここを破壊して、ここに置いて、薬局大きなんでしょ？で、バラの扉、まだ作れるね。よし。で、壁をちょっと壊していこう。よいしょ。ほい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 。やべ、鳴らした。えい。あ、ここいいのか。
そのうちね、個人の部屋にするつもりでいるので、ごめん。諦めなくちゃ。いや、そうなるじゃん。よし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 。うん、まだね、大倉庫がないからね。ちょっとそのあたり不便ですよね。よし。お。ほいほい。ほい。ほいほいほい。ほいほいほいと。で、置かなきゃならないのが、とりあえず旅のとこ、わらのところに置いて、ここがまあ、おじいちゃんのスペースと。で、まずは、これ拾って、調合壺を置く、壺を2つ置く、収納箱を置く、テーブルも置く。こっち側の方がいいかな。テーブルを置く、収納箱を置く、で、明かりを置くと。どうよ。よし。ちょっと端っこに作っちゃったけど。で、ここでも一応傷薬と薬草は作れるんだ。で、後々あれだね、毒とか治す、毒消し草とか、そういうの作ってるんだね。おお、なんということじゃろう。わしのために調合室を作ってくれたのじゃな。このリムルダールの地には、お主が見たことのない病がまだまだ存在する。新しい病に効く薬を作るためにも、この調合室は大いに役立つことだろう。まあね。鍋よ。わしにはかつてウルスという名の弟子がおっての。わしは長年、弟子のウルスと共にこの地にはびこる病の研究をしておったのだ。しかし、物を作れぬわしらじゃ、研究は失敗し、我が弟子ウルスは。じゃからの、わしは研究を捨て、病に抗うことをやめたのじゃ。定められた死から逃れることが正しいことなのかわしにはまだわからん。しかし、ものづくりの力を持つビルダーの主となら何かできるかもしれぬ。鍋、改めてよろしく頼む。この地の病を癒す薬の開発に共に挑もうぞ。お、おじいちゃんもやる気出してくれたね。油、油ね、何気に集めるのめんどくさいからね、これね。おう、それはまことか。なんてことじゃろう。今、まだ何も言ってない。わかんない。え？ん？なんじゃと？まだ何も言っていないじゃと？おお、すまぬ。わしとしたことが、調合室ができてつい興奮してしまったぞ。なんか、興奮して、なんかわけわかんないこと言い始める。なんか、あっちの娘さんとよく似てる。もう、それはそうと鍋よ。わしはお主に作ってもらった調合室で、早速この地に蔓延する、病の研究を始めようと思ってなお。手始めに、以前わしが研究しておった毒消し草の研究を再開するつもりなのじゃが、この地の毒を解析するにはどうしても毒の病原体が必要でな。以前のわしは毒の病原体を持つ巨大なドロルがどうしても倒せず、研究を諦めたのじゃ。ほうほうほう。そこでじゃ鍋、毒の沼に住む巨大なドロルを倒し、なんとかして毒の病原体を手に入れてきてはくれぬじゃろうか。はい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 。ボス戦かな？まあ、中ボス的な。巨大なドロルの居場所はコンパスで確認できる。頼んだぞ、鍋。はい。ただまあね、ちょっとボスっぽい感じなので、L からもね、依頼をされているので、それもね、遂行していきたい。なんか魔物が現れたらどっか来た。お前か。てい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 。よし。じゃあ行こう。大倉庫がないから、ちゃんとアイテムをね、事前に整理整頓していかないとね。はい、すいません。おー、ちょっとラグってしまったので、やり直しました。さて、何か他に必要なものは？薬作っておくか。
キメラの翼はまだあるね。ご飯もまだあるね。食べよう。腹が減ってはなんとやら。誰かご飯作ってくれたかな。あ、いいね、いいね、いいね。目玉焼き。いいね。目玉焼きか。久しく食べてないな。簡単なんだから、すぐ作ればいいのにね。いや、しかしな、魔物戦うにしても装備がまだ貧弱だからな、ちょっと心配だ。テクニックでカバーしたいところだけど、テクニックがそもそもないからね。切り株作業台なんか持って歩いても仕方ないもんな。よっと、ほい。あ、そうだ、ちょっと冒険をしていて命の木の実を1個拾って食べました。どこだったっけな、この裏側の洞窟だったかな、なんかこの近辺でしたね。で、まあその宝箱もね、回収して持ってきたわけなんですけども、あ、そうだ、ここだ、ここの奥の洞窟でね。おう、いで、ほら、あ、これがあのピリの依頼にあった体がものすごく熱いんだ。あたいもこれでもう終わりだね。墓にはケーシーって名を書いておくれ。テレポートするの、おっと、まずい。これは毒か。まずいまずいまずい。急いで病室まで運びましょう。この状態だとね、あのキメラの翼が使えないからね。お、お、おい、あ、あっちか、来るな、今それどころじゃないんだ。あー、でもあれだね、やっぱ旅人の服いいっすね。あの移動速度が速くて、戦闘の時はちょっと防御力の少なさが目立つんですけど、探索をしている分にやっぱ旅人の服が一番いい。なんかこれの上位互換みたいなアイテムないのかな。連れてきたぞ、よいしょ。枝豆、はい、枝豆助かるよ。よし。あれ、あれ、うん、あー、そっか、まだ感知していないから。いやー、でも毒の効果音聞いてるだけでもなんかだいぶかわいそうなんだけども。うわー、毒消しそうか。毒消しそう用意しないといけないか。ってことはやっぱりその病原体を取ってこないといけないか。あ、なんかやっぱまだちょっとラグってますね。もう一回再起動します。すいません、やっていきます。さてさて、ちょっとこのパソコンももう重くなってきちゃったのかな。早くパソコン買わなきゃな。お金貯めなきゃ。さて、あーと、さ、そしてですね、冒険をしていてもう一個見つけてしまったものもあってね、ぜひ動画にしようと思ってやらなかったんだけど、どこだっけな。どこだっけな。よいしょ。
上の方だった気がする。登れねえ、ここ。もうすぐ行か。あべ。ん？やべ。足場か。えい。あ、今のツタに捕まればよかった。よいしょ、よし、高いところに登ればある程度ね、見渡しやすくなる。やっべやっべやっべ、あー、あれーもなんか鍵付きの扉でなんかイベントがありそうなんですね。そのクエストってのがあっちだね。実は一瞬近くまで行ってね、魔物出てきたんですよ。でっかいドロル、あのサイズやばいでしょ。あれと戦うのにさ、武器まだ、あの、大傷ちって、どういうことだよ。あれ？この辺じゃなかったっけかな？ここに、鍵付きの部屋があって、もうちょっと先だったかな？あれ、マイクラとかでもね、基本的に高校時だからね、道すぐわかんなくなっちゃうんだよ。あそこがも、あ、あそこなんか火って持ってんな。あそこっぽいな。いやー、リリパット族は賢いな。距離を取って攻撃してこようとするなんて。で、ここですね。石碑に文字が刻まれている。私は探求者たるば。知恵ある者よ、その他の輝きをここに示すがよい。目の前の部屋は双子である。しかし双子は今双子ではない。双子をたらしめよというわけで、左の部屋と右の部屋を同じ配置にしなければならないっていうことで、で、まあ、ちょっと半端にやってるんですけども、たらいを置いて、壺を置いてみたいな感じでね、あとはたらい1個と生け花が必要ですね。作れるや、いいや。そうか、忘れちゃった。生け花。まあ、作るからいいっしょ。で、なんか宝箱もあるけど、これ開けられないやつなんだよね。なんで来たの？これをここにポンと置いて、これが1マス離れたでしょ。お、まだなんかある。あー、松明か。あいつらうざいな。松明。よしよし、かー、オッケーオッケー。違う？ん？ホワイトブロック。なんかに使えそうだな。いて。この野郎。肉にしろ、お前、マジで。いやー、毒矢頭巾。どこ、あいつの動きに処理しないよ。危ね。いて。やばい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 。数が半端ない。しかも毒だしさ。うわ、これは石ののじゃないか。強力な武器きた。いいね。攻撃力上がったんじゃない？上がった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 。シュミテラの毒矢好きね。ほらほらほら、いいね。ほら、いいよいしょ。いやー、しかし毒きついなー。そこまで行けってか。あっち、やっぱあっち側からが近そうだな。回り込んでいくか。歩いてるうちに毒治ってくれればいいけどなー。ちょっと気をつけてないと落下ダメージで死んじゃうぐらいまで行きそう。薬草とかもうちょっと用意しとけばよかったなー。この装備でいけるか。あ、毒治ったね。せっかくだから、この辺の、この薬草の葉とか、取っていこう。切り株作業台があれば、ね、あれ、薬は作れるからね。あの、基本的な、傷薬。多分、
薬草とかは患者さんにね与えたりもするだろうから、薬草結構貴重だよね今回ね。お、危ね、今の毒矢頭巾だな。ちょっとドロールの方行ってみよう。この辺だよね。よっ、高い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 、なんか来そうだな、戻ってきそうだなあいつら。これも何気に大事大事大事。やべ、夜が近いな。まあいいや、ほら来た。おお、やべ、間違った。やっべ、まあ、そっちに行くからちょっと待ってろって。よしよし、おいおいおい、おっと8、えい、危ねえ。いや待って、この援護射撃やめろって。いやー、援護射撃マジでうぜ。やばいやばいやばい。どっくるでしょ。いて、1、2、3、4。あ、でもいけそう。いやー、邪魔くせ、お前ら倒した。よしで、多分これを何かに使うから取っておくとして、とりあえずこれいらないでしょ。帰ろう。あー、危ねえ、勝てた勝てた。石の王の先に手に入ってよかった。雨が降ってる。持ってきたよ。ふむ、これは素晴らしいってか。ふむ、これが毒の病原体か。鍋よ、よくぞ持ってきてくれたの。どれどれ、早速わしに見せてくれ。はい。ふむ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 。ここの構造がああなってこうなってそうなって、うむ、毒の成分の解析が終わったぞ。早いね。これで毒結晶を作ることができる。さあ、素材を集めて毒結晶を作り、毒の山に侵された患者を救うのじゃ。オッケー、薬草、薬草ありがたい。で、毒結晶をひらめいた。いいね。お、歯毒のリング。毒を向こう。いいね、これぜひ作りたい。作りたいんだけど、作りたいんだけど、ご飯。ご飯と、あとね、ごめん、一晩休ませてくれ。ジジイが寝る前に俺が寝る。よーし、はい、チェック。お、いいね、キノコいっぱい。やったね。俺もね、キノコ焼いておこう。磨きの声いっぱいあるんだ。オッケー。染料、ああ、油はあるのか。石炭がないんだな。石炭をどうにかしないと。で、やっぱりあの家族のリングを調香壺で作るんだ。あ、あ、あ、傷薬が入ってるだと。やった、これは嬉しい。毒結晶がピンクの花びら、あ、その日にあるね。で、ネバつく液体、あ、はい、カッパこれ使ったんだ。はい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 。金、毒結晶に綺麗な水、金、金持ってこいってか。そうかい。でもまあピンクの花びらだったら多分その辺にあるよね。あれ、ピンクの花びらでしょ。
ックにさせなかったっけか。なんか同様に他の色の花びらも何かに使えそうだな。白が傷薬になったわけでしょ。ピンクが毒なら、なんだろう、黄色は麻痺とかかな。眠りを治す薬っていうのもおかしいよね。カフェイン飲ませる。ピンクの花びら、白い花びらはいくらでもあるんだけどな。バックアタック。あ、でもね、もらっちまった。キノコかよ。直線的に行くから良くないんだけどね。ピンクの花びらどこですか。ついでに言うとこの辺に鉱石とか埋まってたりしないかな。ないか。卵。ボキリか。いやー、早く、あ、そして今卵を拾っても、またピンクの花びら拾わなきゃいけないのに。早くあれだな、大倉庫が作りたい。邪魔だ。いいね、斧強いよ。けど、今そんなことよりも、花びらが欲しい。いやー、アイテム変えてくればよかったな。あれ？えい。花びらがないぞ。まさかピンクの花びらこんなところで。どこに咲いてたっけ、ピンクの花びら。何にも使ってないと思うからな。まあ、生け花に多少使ったけど、あれだってそんな作ってないしね。あった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 。これ貴重品じゃない本当に。これいいか。あ、でも粘土。あ、いいか、また詰めるべきか。よし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 。あれ、なんかのモンスターピンクのつぼみみたいと思ってなかったっけ。なんだっけ、ドラキーかな。せっかくだから、もし近くにまだあるようだったら、もう少し持って帰りたいな。ピンクの花びら、ほとんどないね。さすが。こんだけ取れないアイテムだったら、そりゃあね、解毒にも苦労するわな。よいしょ、ほい。無理だよね。早くあれだ、空飛ぶ靴が欲しい。まずい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 、いっぱい来た。だな、おい。花、キノコはいっぱいあるのにな。あっ、黄色かよ。黄色もきっと何かに使うぞ。集めておこう。モテねんだっつーの。お前落とせなかったっけ。あぶね、持ってきてやがったか。こしゃくない。傷薬を落とした。お前持ってないかい。緑かよ。あれピンク、あー持ってんじゃん。
卵ごめん。おめえじゃねえ。あれも確かに欲しいけど。じゃあいいや、こんなもんで帰るか。って言いながらもう少し探すっていうね。もうちょこっとだけ、もうちょこっとだけ。あー、なさそうだね。これキノコっしょ。なさそうだね。旅先でまた見つかったら手に入れるしかないか。よし、早いとこあの患者さんどうにかしてあげないと。ハドクのリングもぜひ作っておきたいですね。ただ水を入手する方法もないし、金がどこにあるのかもよくわからないし、とりあえず毒キストを作っちゃいます。薬のやっぱ使うんだ。だからアイテムいっぱいなんだっつう薬関係の、あ、作っちゃえばいいのか。これ多分貴重品だよな。いや、まだまだまだ、あ、いっか。薬草も作れるだけ作って、てか1枚か作って、これも作っちゃう。よし、そんでもって、こっちに、違った、これは持っておく、預けておこう。足場作りに粘土は、あ、土はいるか。 OK、それじゃあ、はい、悪いね。お、なんということでしょう。新しい患者様を治療してくださったのですね。すっかり良くなって患者様も嬉しそう。本当に本当に良かった。ナベ様、ありがとうございました。患者様が良くなって私は感無量です。患者様をお助けし、この地を浄化できるなら私はいつでも自分の好みを投げ出しますわ。そんなことしないで、まず俺に頼ってくれ。ナベ様、これからも共に病に苦しむ人々を治療していきましょう。いくらでも手貸すぜ。うん、まずゆっくり休んでくれ。よし、ん、元老のじいさんからお腹来てんな。まあ、それまた次回やっていきます。今回ここまでにしておきます。いやー、リムルダール編もね、こう、なんだろう、メルキド編みたい、ただ作ることだけが目的じゃなくてね、そういったことにも、薬のね、ことに関しても、挑戦していくという面でね、やることが増えて面白いです。はい。これから先ね、どんなハプニングが待っているのか、楽しみですね。はい。というわけで、ドラゴンクエストビルダーズ実況プレイパート18、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。